固定残業代でないのに見込み残業という表記で内定通知書が出されました。職業安定法の誤解を生じさせる表示に当たると思います。転職時に想定年収を実際より高く見せる企業は多くないでしょうか。まあ割と多いですよ。なのでもう気になるんだったら労働基準監督署行っちゃえばいいんじゃないかなと思いますが。というわけでお疲れ様でした。